務川慧悟は日本のピアニスト。愛知県知多郡東浦町出身。3歳よりヤマハ音楽教室で学ぶ。愛知県知多郡東浦町立西部中学校、愛知県立旭ヶ丘高等学校、東京芸術大学を経て、パリ国立高等音楽院第2課程ピアノ科、室内楽科修了。2019年秋より、同音楽院、フォルテピアノ科に在籍。東京芸術大学1年在学中の2012年、第81回日本音楽コンクール1位受賞を機に本格的な演奏活動を開始。2014年、パリ国立高等音楽院に審査員満場一致の主席で合格しと卒。2017年、シャネルピグマリオンデイズのアーティストに選出され、ラベルピアノ作品全曲演奏をテーマに全6回のリサイタルを開催。2018年 NHK ラララクラシックにおいて左手のためのピアノ協奏曲を演奏するなどラベルの作品に意欲的に取り組んでいる。日本音楽コンクールで第1位を同時受賞した丹田恭平と2019年から2台ピアノのツアーを企画。愛知県、三重県、大阪府にてリサイタルを行う。2年目となる2020年にはこの2台ピアノでパリデビュー。CD 制作も行う。東京をはじめ東北5県を回るツアーを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、日程のほとんどが中止、延期となる。7月に予定されていた東京公演は、丹田が立ち上げた企画の有料オンデマンドコンサート、ハンドインハンドボリューム2として配信された。これまでに、日本各地、スイス、上海、ラトビアにてリサイタルを開催。東京シティフィルハーモニック管弦楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、セントラル、愛知交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、フランスにて、ロレーヌ国立管弦楽団と共演のほか、室内楽では、NHK 交響楽団首席奏者と共演。ソロ、コンチェルト、室内楽と幅広く演奏活動を行うとともに、留学期、コラムを連載するなど多方面で活動している。2019年9月、丹田恭平が代表を務める株式会社ネクサスに所属。2020年7月、合同会社ミューズプレスより、務川編曲の楽譜、ラベル、マメールロワが出版された。フランク・ブラレー、上田春子、ジャン・シュレム、パトリック・コーエン、横山幸雄、青柳進の各紙に支持。2012、2013、2014年度、ヤマハ音楽振興会音楽支援小学生。2015、2016年度、公益財団法人ロームミュージックファンデーション小学生。2017年度第46回、江副記念財団小学生。オンデマンドコンサート開催決定。2020-727閲覧。ロン・ティボー・クレスパン国際コンクール2位。入賞務川慧悟よりコメント。2019年12月16日閲覧。7月の新刊情報。2020-727閲覧。公益財団法人ロームミュージックファンデーション。これまでの小学生の紹介。2019年9月14日閲覧。公益財団法人、江副記念リクルート財団器楽部門小学生、紹介。2019年9月14日閲覧。全日本学生音楽コンクール入賞者一覧第61から70回。2019年9月14日閲覧。日本音楽コンクール入賞者一覧第81から90回。2019年9月14日閲覧。1位の横顔。オリジナルの2013年3月30日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20130303031838/http:/毎日.jp フィーチャーニュース 20121113D01204002000 CHTML2019 年9月14日閲覧秋吉台音楽コンクール過去の入賞者一覧2019年9月14日閲覧。エピナル、インターナショナルピアノコンペティションヒストリーウィナーズ、コンペティション2015。2019年9月14日閲覧。ロリオッツ・ジュ・コンクール・デュ・ピ1999。2019年9月14日閲覧。浜松国際ピアノコンクール審査結果。2019年9月14日閲覧。フッツ・ロンティボー国際音楽コンクールピアノで日本人が1、2位独占。2019年11月17日閲覧。愛知県。2021327閲覧。エリザベート王妃国際音楽コンクールで第3位入賞。2021530閲覧。第10回浜松国際ピアノコンクール2018公式 CD 発売。2019年11月1日閲覧。第10回浜松国際ピアノコンクール2018。2019年11月1日閲覧。Apple Music。2020年2月8日閲覧。Spotify。2020年2月8日閲覧。務川慧悟さんの新譜リリース。2020年2月8日閲覧。新 CD 発売。2020731閲覧。務川慧悟ディスコグラフィ。2020909閲覧。務川慧悟オフィシャルサイト。2021327閲覧。これまでの放送。2021327閲覧。務川慧悟オフィシャルサイト。2021327閲覧。クラシッククラブ。2021327閲覧。務川慧悟オフィシャルサイト。2021817閲覧。ありがとうございます。